ヤーウザ川、ヤーウザ川、またはヤウザ川。ロシア語、リバース勢、リバース勢は、モスクワ州とモスクワを流れる、消火川であり、モスクワ側の支流である。全長 48km。内モスクワ市内部分は 27.6km で、ある。流域面積 452km 平方メートルは、モスクワ側の支線中最大である。川口での平均流量は6ル。 S, S. モスクワ州、ザゴリャンスキー及びロシニーオストロフ国立公園に、発ムイキ市を経由して、モスクワ中心部へ流れる。ヤーウザ川の河口は、モスクワの中心、ボリショイウスチンスキー橋にある。ヤーウザ川は全部で18の支線を持ち、うち12が右支線、6が左支線である。ミズナは半然としないが、ヤーウザ川は1156年の年代記に、 ぜと記載されている。トポロフは、川の名前を、遠爆の茎、某、藁の意味を持つラトビア語王子図やラトビア語の普通名詞、王在ズ、アウザイネなどのバルト語と対比している。河川名は VZ、ぜ結び目、ぜ縛る、アムサラに転じて、説刀時 JA、つまり、接続する川に由来するのかもしれない。モスクワ州の河川の一覧、ありがとうございます。